今日はマイクラゲーム実況パート2。皆さんこんにちは、アオリーチャンネルです。今日はマイクラ実況パート2やっていきたいと思います。じゃあね、今は夜だよね、確か夜だから、そこから続き掘っていきたいと思います。じゃあそれでは早速やっていきましょう。じゃあ行きましょうか。よいしょ。はい、今開きました。あ、そうだそうだ、どうするのどうするので終わったんだ。え、どうしたらいいと思いますか、パパ先生。まずツルハシ作んなきゃでしょ。うん、ツルハシは今作ろうと思っています。ツルハシ何個か作っとくか、2個ぐらい作っとくか。よいしょ。ねえ、どうすればいい、ここ逃すのもあれだしな。ここは一旦掘れるでしょ。あ、でも下洞窟でしょ、落っこちる可能性あるわ。まあいっか。うわー、ギリギリ拾いたい。おおお、平気だ。え、じゃあこれいけるよね。あぶな、怖いな。よし、オッケー、よかった。よいしょ。え、ここ多くない、やっぱ洞窟の目の前だからかな。よし、すごいよ。どういうことになってる、こうなってるからちょっとね、汚れやすいよ。ここら辺砂あるから気をつけないとだね。ここ土だね。松明はね、1スタックあるんで、まあ大丈夫でしょ。怖いから。あー、砂だ、砂は嫌い。砂で死んだことはもう何回もあるから、パパとね通信してマイクラやってる時に私砂で何回も死んだ。砂で死ぬのはすごい多くてさ、困ってるんだよ。さ、真上掘りしちゃってさ、パパとあの洞窟行った時とかさ、で、まあ死ぬってわけですよ。一旦ね、あのさっきの洞窟が深かったからマグマの音ポコポコしないね。オッケーね。これで死んだらもうね、悲しいよ。カナピーマンよ。あー、またもう嫌いな砂が。だこっちで掘ってた。ここね、あの目印ね、目印。深くないかい？深くない？これやばいよ、これ深くない、何で深くない、閉じちゃうんだ。いやだから、だからちゃんと装備揃ってからって言ったよ、前回も。で、証拠あるからみんな見てみてね、一応見てない人ね。どうする、反対側掘ってみる。一気に行くんじゃなくてさ、横のところ掘ってって、横から出てけばいい。っていうこと、ビー。あ、違う違う。ちょっと待ってね。私には考えがあるから、こっちよ、こっち。視聴者のみんな、向こうがどうなっていくか見てみたいと思うよ。怖い。スピークをしながら行けばいいじゃん。落っこちなきゃいいんでしょ。いや、落っこちなきゃじゃなくて、暗闇が嫌いってこと。マイクラの醍醐味じゃないかよ、冒険が。その醍醐味が嫌いなの。マグマじゃん、あれ絶対明るいところ。深いね。怖いねえ。全然いけるじゃん。あ、全然いける。怖い、ね、ママ
ちょっと待って、爆弾発言してるよパパ。もっといけるじゃん、もっといけるじゃん、もっといけるじゃん。なに、怖い怖い、足ムズムズする、足ムズムズする。まあ、やつがいたね。ちょっと待って、やだ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 。反対側で大丈夫、こっち違う、そっちの方向いてくれ。ねえ、いやあ、違う、見間違えた、川、あんた、滝だ。ちょっと待って、足震えてんだけど。そっち行けんじゃん。ねえ、バカ。6三件。もうね、怖いのはもうぐんぐん行こう。もう大きい。ちょっとここで一回済ませて。ああ怖い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 。鉄とかがあればね。水の音が聞こえてますね。ゴプ言ってる、絶対マグマ近い。おーいいね。待って、いやー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 いこんなもんで叫ぶのか、私はもう本当に。よし、これ、え、平気だよね、石のつるはしで。大丈夫、ね、大丈夫ね。はぁ、びっくりした、心臓止まるかと思ったんだけど。あ、やばい、ご飯がそろそろ欲しい。ねえねえ、そろそろさ、朝じゃない？戻っていいですか？じゃあ戻りますね。ちょっとね、ご飯が欲しい、すごく。え、ちょっと待って、雲の音もするし。なになに、怖い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 よ。どこ？もうすぐ家に帰りたい。怖いからこっち閉じとくね。あー、怖かった。ドリドリ、よし、ちょうどいいよ。あ、そうだね、リンゴ落っこってそう。はい、右見て左見て、誰もいませんね、 OK です。あー、びっくりした。ボコーっつって、豚の木の下とかにいるからね、ちょっと怖いけど。育ってない、育ってない。あー、もう夜じゃん。もうもうちょっと早めにね、行けばよかったわ。あれ、家いた、開けっぱなし危な。ということで、もう夜になってしまいました。もうちょっと早く気づいたけどね。え、ちょっとあの続き早いよ、もう。おお、ちょっと部屋広くしようかな、そしたら。鉄焼けば。あ、そうだ、鉄取ったんだよね。あった、なんかすごい豚が近くにいる気がするんだけど。おお、え、やばい、ご飯がもう、もうやばいじゃん。あー、豚焼くしかないじゃん。よし、買いに行きましょう。ごめんね、豚さん。どうも、気をつけながら。あー、待って、クリーパーいる。来た来た来た、早く行かないと。山の上の方に、クリーパー相手にしない方がいいと思います。ちょ、バカ、ちょっと一旦出て。
てください。豚肉取った今。わかんない、一旦ちょっと逃げさせて。うわお願い、よし、取った、3個ある、3個もあるね。うーん、怖かった。ゾンビいるけど怖かった。グッバイビー。え、待って、頭がおかしくなりそうなぐらい怖かった。ちょっとこのゾンビの音やだな。あ、やめといた方がいいか。もう死ぬよね。ご飯食べてからの方がいい。そうだね。よしよし、はい、おいしい。これ全部食べちゃっていいのかな。いいよね。あー怖。あとは明るくなったら畑作れば。あーね、そうやね、うん、まずは食べ物なんとかしよう。あれ、ゾンビいなくなった。どこ行ったんだろう。いただきます。はい、おいしかった。多分全部ね、絶対こっちかこっち側にいるはずなんだよね。危なっ。これね、クモが近くにいるね、この音ね。ゾンビとクモかな。クリーパーとね、スケルトンが一番嫌いかもしれない私。厄介。あー、もうこの音嫌い。もうゾンビの音嫌い。部屋広くしよう。待って、ここ横に繋がって目の前にさ、スケルトンとかいたら終わるね。大丈夫だと思う。びっくりするな、もうゾンビの音びっくりするな。あ、ゾンビの音しなくなった。え、冒険する気？え、冒険するの？もうちょっとお肉欲しくない？いや、いいやつだけど。そうやけど、ちょっと待ってね、無駄じゃないやつ、無駄じゃないやつっていうか、大事なものはね、剣だけでいくか。で、ドアは開けとく。すぐさっと入れるように。で、この部屋にクリーパー入って爆破されるんですよ。いや、それは絶対とは限らないから。え、経験値3も溜まってんだよ。まだまだエンチャントなんか、まだまだ先だ。雲行っていい？ね、魚釣りできるぜ、糸できれば。近寄らせない。雲、ちゃん、おいで。私は倒せると気づいたんだよ。完全に調子に乗ったろ今。ねえ、おいでおいでおいで、近づかなせたよ。うぃー、やったやったやった。よし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 、行くぞ行くぞ。成長したんじゃないの？ねえ、あ、ジャンベちゃん、おいで。タピオカ飲みに行こう、食べに行こう。おいでおいで。調子乗ってると死ぬかな。食べるに行こう。ねえ、札幌食べろ。え、待って、ね、親子連れ、親子連れ。何、親子でタピオカ。ねえ、チビが負けない。うえぇ、ちょっとナイフやばいよ。え、ちょっと帰る。あ、待って、やばい、このキャラ崩したくない。よし、じゃあちょっとね、疲れちゃったかな。ちょっと待って、クモいる。あ、ここクリーパーで爆破されたところだね。え、クモ豆って何に使う？うん、エンチャントって、あ、じゃあ結構重要ね。エンチャントじゃない、なんだっけ、忘れちゃった。あ、糸3個よ。え、これゾンビ肉食べた方がいいけ？食べない方がいいけ？あ、今食べれないけど、あとでお腹空いたら。あ、カラーンつった。あのね、スケルトンは無理、ごめん。スケルトンは無理、すいません。だってさ、弓矢持ってんのずるくない？はい、じゃあそろそろ終わりにしたいと思います。はい、ということで今回はマイクラ実況パート2をやりましたね。結構今回は叫びました。まずね、もう初めてまずモンスター倒したし、ね、次はちゃんと食料を結構いっぱいゲットできたらいいなと思います。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。